世界中の皆様こんにちは、コパムンです。オイスからの大森くんだよ今回ですけども、私ね今富士市錦町に来ております。大森くんがいるってことは今日はね爆食い企画でございます。今回行くお店はねこちらナポリタン専門店のねパンチョさん。何やらねここにね爆盛りメニューがあるってことなんでねちょっとねそこに行って今日はねやっつけたいと思います。大森くんどう？うん、いいよ。調子は？今日は結構いいよ。コンディションいい？うん、この前のね集大があるからね、激辛のね激辛のリベンジだね。そうだね、リベンジ企画でね、うん、僕もねこのお店行ったことないんでどんなメニューがあるかねちょっとわからないんだけどね、うん、ちょっとやっつけちゃおう今日は。ああ僕もちょっとお腹空いちゃったから、今日はいけるいけるいける、じゃあはい、いけますよ。じゃあちょっと行ってきましょう。さあ、中はそんなかない少し見たいだけなんだけど、入んないんだね。オスだ、これだ。超見たい。お前超超超これだ、これだ、これだ。1キロ1キロ、うん、すごいよ。いやいやいや、マジでさ、1940円だったよ。2000円2000円だよ。やばいでしょ。え、何頼んだの？俺はね、ミートソースの超盛り、うん、超盛り超盛り1キロ、うん、に、目玉焼きと厚切りベーコン。厚切りベーコン、うん、うわ。俺はね、あの期間限定の、うん、もう二郎系の背脂ペペロンチーノ、うんうんうん、いいね、の500。500ね。500でも結構挑戦だよね。いやでもさ、なんかさ、俺結構パスタ食べれんだよな、家でも。いける、うん、あの、だって3玉くらいいっちゃうよ、お腹空いてる時。ああ、まあまあ、そうだね、うん、うん、そうだよね。そうそう、うん、だからもう、ペロリといっちゃうと思うんだけど、うん、そうだよね。お腹空いた、マジで、仕事終わりだから。俺、だからあれだよな、あとはもしかしたら俺も余裕があったら、うん、カニクリームコロッケいただきます。初めて来たねえ、結構混んでた。もう2年前経つのか。もともとね、もともとあれだよ、花丸丼だよね、うん、今ね、みんな鍋島がね音信不通だから。音信不通なんだよな。天丼の下り見た人は分かるんだけど、うん、天丼のね、うん、動画見た人は分かるんだけど、鍋島は女の子に振られて、3人だけのグループラインがあるんだけど、そこで振られ、鍋島が振られて、でなんやかんや俺らに怒られて、そっからもうね、いなくなっちゃった。ね、音信不通、ね、既読もつかない、うん、死んでるんちゃう。出ると思う、出ると思うんだよな。でもね、生きてるんですよ。あいつ、ツイッターやってるんだけど、うんうん、まあ、ツイッターやってて、密かに、うん、もうフォロワー関係じゃないんだけど、うんうん、もう、すごいことになってる。すごいことになってる。もう10代とか20代とかの女の子、もう、こんなおっぱいでっかい子とかも、もうなんか、もう、かわいすぎるやろとか、気持ち悪いツイートしてんだよ。超絵文字付きでね。超絵文字付きで、うん、リツイートしてるのか、うん、で女の子がなんかすごいキャピキャピの服着て、うん、なんか好きになっちゃったみたいな、うん、したら、うん、うん、好きになった。あいつ気持ち悪いんだよ。あれ LINE で返信しないのに、 LINE の返信しないくせにね、うん、既読もつけないくせに、ね、既読もつけないくせにね、うん、リツイートばっかしてるの。若い子も。それはもう伸ばさないと。若い子で、あいつのフォロワー見てると、うん、もう若い女ばっか。だから童貞なんだよ、気持ちはね。いや俺この話聞いてね、もうね、嫌いになったね。ちょっとね、一時期ね、一回怒られたんだよね、一、うん、回その振られる前かな、うん、だっけ、うん、俺らに怒られて3日間ぐらい既読スルーしたんだよね、あいつらね。そう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 、あいつね。そうで、なんで3日間何してたんだよって言ったら、自分の不甲斐なさに
LINE をする気力がないみたいな、うん、そうないって言ってるくせに女の子には かわいいなんて言って惚れてまうやろなんて。だよ、なんだっつ、おい帰ってこいよ豊島、そっちの世界行ったら終わりだぞ、そっちの世界行ったら終わりだぞお前。 YouTube でまさかさこんなメッセージを送ることになるとは。10代20代の子にさ、まあ、いいんだよ SNS だからね、うん、でも牙もうね手当たり次第なのよ、うん、ファンならね、そう特定のこのね、そう、まあ、2、3人とかの特定のファンならいいけどさ、うん、認知してもらいたいがためにね、うんうん、いいんだよ、ね、うん、手当たり次第、もうこんなもうこんなこんな子たちにさ、もう来週はもうだから結局すごい面食いなのね、そう超面食いなんだよね、うん、ちょっと待って、どの面下げて、どの面下げて、生きてる、生きてる、どの面下げてさ、お前面食いなんだよ本当に。来た、はい、あ、お、いける、紙袋に調味料大丈夫ですか。はい、大丈夫です、はい、あ、なんかこのチーズがあるんだよ、たぶん来た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 、すごい、これ粉チーズとかもらえるんですか。あ、やっぱこちらから選んでいただきます。あれどう？1キロ。これはね、うん、余裕だね。いけるよね。何この追加だよ。え、俺も500余裕だよ。いけるいける。すっげえ、うん。1キロだって。なんだっけ、そこ。夢の中、夢の中。ああ、夢の中へ。あの時は衝撃に比べたら。そうだね。うん、いや、あのお店ね、閉店しちゃうんだよ。うん、え、そうなの。5月に閉店。そうなんだ。そう。なんでだろうね。じゃあ食べようか。食べるか。はい。じゃあいただきます。いただきます。いやこれはちょっと安い試合になっちゃったな。これはね余裕よ。余裕ですよ。うん、この前プラスの。じゃあ届きます。いやー500ってこんなもんかい。余裕余裕。もう2皿ぐらいいける。どう？うん、うまい。でもあれだな、安心できる味だな。あ、ちょっと太麺でね、ミートソースってうまいよね、うん、うまい。じゃあ背脂ペペロンチーノ、あった。そう、背脂、うん、二郎系、うん、うん、あ、そう、うお、1キロ余裕じゃない、うん、ちょっとあの物足りないわ。おかわりしちゃうかもしれない。これで2000円はちょっとな。ちょっと食べてみて、うん、いいわ、いいわ、いいわ、うん、うん、おいしい、おいしいでしょ、うん、おい、うまい。あ、確かに二郎系だわ、うん、うん、あざます、あざます、はい、見たです、うん、うん、うわ、おいしい、うん、給食のミートソース見て、うん、まあ、いや、これはちょっと簡単な試合になっちゃったな。もっと大森君苦しんでるの見たかったのにな。なんか恐れを知らない頃だったらほら唐揚げとかさ、そうかな、どうしてもおじいさん全部乗ったら3500円になっちゃうよ。本気出したらもう一皿食えるよ、多分いけると思う。大体分かってんでしょ、自分の何キロ食えるって。なんとなく2キロだね。あ、でもね、油はすごい、背脂が襲いかかってきた？襲いかかってきた、うん、もう俺少なくない、もう 300g ぐらいしかないじゃん。そうだね、俺と同じぐらいじゃん、うん、満たされないじゃん。そうだね、それでもあのまあ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 来るけど、来る、うん、まあ1キロ食べようとしてるからね。油もすごいね、うん、ねえ、これもうでもあれだね、これ俺もう脱ぐからさ、この辺で脱いでるからさ、押してるってことだね。そうだね、うん、じゃあまた
あの辛いめラーメンいけんじゃない。マジでいけねえ、あれは心折られますもう二口目ぐらいでもう心折れた、折れた、折れた、折れてた。マジで肛門痛くてね中切り出たんだ。あマジ病院一歩寸前だったみたいな。あれね、あれクリアできる人いないと思うで。多いよね、うん、激辛プラス大食いだもんね。うんうん、で早食いだ。うんね、うん、あれ味噌はもう本当にさ、スープまで飲まなきゃいけないから、あの舐めるか、あれ。そうだよね、死んでしまうよあれ本当に。そうだね、激辛大食い早食いだもんね。うん、終わった終わった。いやすごい、500余裕。うん、こうやって見ればね、うん、そこそこね、うん、満腹感あるね。うん、おいしい。二郎系、ニラ、ニンニク、唐揚げ、もやし、おいしゅうございます。いただきました。でもちょっと暑いな。お、ナポリタンが脱がしたな。脱いだ脱いだ。俺はほら、あのあれだから、やっぱり辛いのは好きだから。ああ、ね、辛いの好きだから最後だったりね。おお、すごい最後ね。あれやめてよ、なんかほらお寿司屋みたいな寿司、ほらこういうので遊ぶ遊ぶやついるから気をつけてよ、炎上するから。本当にあの書きたくて書く、あ、うん、うん、こうやって直接飲んだりするとは炎上するからね。いやいや、やめてよ。やらないからね。やめてよ。やらないからね。本当にこういうさ、調味料で遊ぶやつ今ね、社会問題になってるから。そうだね。あんなんで人生終わるからね。そうだよ、ね、デジタルタトゥーだからね。そうだよ。今のね、Z 世代、もうわけわかんないよもう。やべえ、なんか地味な感じだけど。いいえ。さあ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 。うん。うん。1キロいただきました。これはね、全然いけたわ。余裕だったね。うん、余裕でした。1キロ食べたからね、でもね、うんうん、すごい、はい、うん。いただきました。ありがとうございました。はい、食べてきました。ちょっと簡単だったね。いやちょっとさ、簡単な試合だったな。ちょっと盛り上がりに欠けたな、申し訳なかったな。ちょっとでも1キロだったからね。うん、まあまあまあ、うん、まあこれまああれだよね、前哨戦だから。そうそう、前哨戦だから、うん、あ、違う、復帰戦。そう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 、復帰第復帰第一戦、うん、余裕勝ちだったね。余裕勝ちだった、うん、KO 勝ちだったね。うん、うん、まあ、ここは片付けてやって、片付けてまあ俺も500、うん、そうだよ、食べれた、普通に食べれた、うん、食べれた食べれた。そっちもなかなかすごいよ、500、美味しかった。で、ね、この今俺が食べたね、二郎系の背脂ペペロンチーノはね、期間限定で3月31日までなんでね、皆さんお早めに行ってきてください。はい、じゃあね、またそうだね、大森くんがちょっともだえるね、今日はね。そうだよ、もだえるし、ちょっと期待したかったよ。期待してたのに、またね、他の企画も用意してるんで、大森くんをちょっとね、もだえさせました、皆さん。では、今回はね、爆盛りのスパゲッティパンチョさんでした。では皆さん、次の動画でお会いしましょう。コパムンと、大森くんでした。じゃあね、バイバイ。さっ